アメリカと日本が在日アメリカ軍の制限行使に向け合意しました。スプートニク通信が4日月曜伝えたところによると、日本のメディアは政府関係者の話として、アメリカと日本は在日アメリカ軍の一部に制限を加えることで合意したと報じました。この決定はアメリカ軍による日本の国内法の違反を受け取られたものです。共同通信によると、この合意は明日5日火曜、岸田外務大臣と中谷防衛大臣、さらにアメリカのケネディ駐日大使と動乱在日アメリカ軍司令官が参加し発表されます。今年5月、沖縄駐留アメリカ軍の関係者が逮捕されました。この事件とその後飲酒運転で新たにアメリカ軍関係者が逮捕されたことを受け、駐日アメリカ軍司令部は軍関係者に禁止条項を制定しましたが、これらもまた功を奏しませんでした。最近も沖縄の警察が飲酒運転を行ったアメリカ軍兵士2人を逮捕しました。沖縄には日本に駐留するアメリカ軍の半数がおり、基地に反対する野党と住民の努力はこれまで実を結んでいません。普天間基地の移設計画は人々の反対により依然として進んでいませんが、政府は移設を決めています。アメリカは日本に124の大小の軍事基地を有しており、アメリカ軍4万7000人以上が日本に駐留しています。